アンティポデス諸島、アンティポディーズ諸島は、ニュージーランドに属する火山島群で、すべて無人島である。スチュアート島の南南島約 860km、バウンティ諸島の南約 215km にあり、水半球の中心付近に位置する。この諸島は最も面積の大きいアンティポデス島、その次に北に位置するボロンズ島、そして多数の小島や岩礁からなる。最高峰は、 標高366メートルのギャロウェイ山である。世界遺産に登録され、自然保護の観点から一般人の立ち入りは行われていない。アンティポデス諸島はもともとイギリス・ロンドンの対象地の近い場所に位置したため、パナンティポーズノーツにと言われていた。しかしこの島々を発見したヨーロッパ人は正確な位置を把握できず、長らく ロンドンの対処地と誤解されたため、この諸島の名前がアンティポディースと省略された。実際のアンティポデス諸島の対象地は、フランス北部のシェルブール近郊にある、ガットビルイコールルイコールファールに位置する。とはいえ、同諸島が、ロンドンの対処地から最も近い、陸地イコールロンドンから最も遠い陸地であることには、変わりはない。アンティポデス諸島の地形図、 アンティポデス島北端部にある遭難者避難所、アンティポデス島南部のサウスワン。ここで1893年にスプリット・オブ・ザ・ドーン号が、1999年にトトロレ号が難破した。1886年、約75センチメートルの陶器の破片がアンティポデス島で発掘された。これは、最初に発見したヨーロッパ人よりも前に人類がトライしてきたことを意味している。 この陶器のかけらは、ウェリントン市内にある、ニュージーランド国立博物館でパパトンガレワに所蔵されている。1800年に、イギリス海軍艦艇リライアンス号の船長を務めた、ヘンリー・ウォーターハウスは、アンティポデス諸島の海図を作成した。1803年、ウォーターハウスの義理の兄弟ジョージ・バスは、オーストラリア・ニューサウスウェールズのガバナーキング号に、 ニュージーランド南東のダスキーサウンドとオタゴコイナンのべての陸地と海域における漁業独占権を与えた。この領域にはアンティポデス諸島も含まれ、そこに大勢のオットセイが生息しているのを知っていた。その年の1803年2月5日にバスはシドニーから南に向けて出港し、消息不明となった。しかし彼のこの情報により、 この島々でオットセイガニが1805年から1000。中国、広州にオットセイの皮一枚を1ポンドで売った8万枚以上の皮を積んだ貨物をめぐって、アメリカ人とイギリス人商人との間で争いも発生している。1893年に16名の船員を乗せたスプリット・オブ・ザ・ドーン号・ゴがアンティポデス島沖合で沈没した際、生存者11人は3ヶ月近く遭難者として、 この島で救助を待った。彼らは、海類、植物の根、そして、水なぎ鳥を生で食し、ニュージーランド政府軍の蒸気船ヒネモア号に発見されるまでの87日間過ごした。設備がよく整った遭難者避難所は、島の端に位置し、利用可能である。しかし、生存者の健康状態や島の山がちな地形から、避難所を見つけるのは困難である。 1908年に島北部のアンカレッジ湾で沈没した船の乗組員が避難所を建設し利用している。1999年6月、アンティポデス諸島で最後に沈没したのはヨットセントドロレ号で乗員2名が死亡している。様々な種類のペンギンのコロニーアンティポデス諸島には多数の固有種の動植物が生息している。動物賞では大昔のムジアオハシインコ、 アホードリカのアンティポデスアホードリ、そしてこの諸島に世界の半分が生息しているシュレーターペンギンなどが挙げられる。また、島内の植物の特徴としては、阿南極の厳しい環境に適応するため、メガハーブと言われる巨大植物群が自生している。このように独自の生態系を構築している。100年以上前にナンパ船などによって運ばれたネズミが島内で繁殖するようになり、 鳥の卵やヒナを捕食する問題が顕在化していた。2016年に自然保護局などの合同チームが餌が減少する陶器に65トンの殺草剤の空中散布を実施したところ、2018年2から3月に実施された調査でネズミの根絶を確認している。ギリシャ語のアルファニュータウパイデルタイプシロンが由来。ペンマイナスはほぼ ほとんどという意味である。ありがとうございます。